ノーススロープ軍はアメリカ合衆国アラスカ州の最北部、北極海に面し、ブルックス山脈の斜面に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9430人である。軍長所在地はバローである。1972年に設立された。2010年時点の軍長はエドワード・イッタである。ノーススロープ軍は北緯69度30分。 成形153度45分に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は94,763平方マイルであり、このうち陸地は88,817平方マイル、水域は5,946平方マイルで、水域率は6.27%である。この陸地面積は、アメリカ合衆国の39の州よりも大きい。 アメリカ合衆国内の軍曹等の政治区分として面積最大であり、ユタ州よりも広い。隣接するユーコンコユクック国勢調査地域の方が広いが、軍曹等の政府を持っていない。人口密度では、ユーコンコユクック国勢調査地域と同じく、アラスカ州のレイクアンドペニンシュラ軍に次ぎ、国内3番目である。西部の海岸線は、畜地海に面し、ポイントバローから、 先の東部海岸は、防法都会に面している。東軍座海は、カナダ、ユーコン巡州との国境である。ユーコン巡州には、軍がない。アラスカ国家石油保留地と、北極野生生物国家保護区のオススロープ軍、警察署ブランケットトス、バローの捕鯨の祭りで行われる、儀式以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍内には7の都市と3の国勢調査指定地域、および3の未編入庁がある。軍庁所在地のバローに、軍人口の45%近くが集中し、プルードー米に2174人が住んでいる。他の町の人口は数百人程度である。ありがとうございます。